こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張れジムの杉川です。今日は、肩甲骨周りを柔らかくするためのエクササイズをご紹介します。最初に簡単なやり方をご説明して、その後一緒に実践練習をして、最後に細かいポイントについて、ご説明しようと思っています。胸周りの硬い場合に、肩甲骨周りですね、肩甲骨周り、胸周りが硬い場合にストレッチをするのは大切なんですけど、まずはレッスンでは、結構最初に生徒さんにこのエクササイズをしてもらって、体幹との連携、周りとの連携を含めた柔らかさっていうのを、身につけてもらうためのことをしています。それでは実際にやってみましょう。ヨガブロックを用意したら、こういう感じで、お盆を持つような感じで持ちます。手でいうとカップハンズの状態にして、最初はこう手首を楽に動かします。これベタっとしてると手首が動かしづらいので、手首がこう楽に動く状態、結構苦手な人はこれ自体が難しかったりするので、まずはこの練習からしてみるといいです。やり方としてはこの状態からとにかく落とさないようにですね、結構落とさないようにこう動かせばいいです。自分の体の前に回してきて、くるとこのままひっくり返してこういう状態で、今度は外回しからこういうして、くるっと返してこういう状態で動かします。でこれは結構ヨガブロック使ってればある程度斜めになったとしてもそう簡単には落ちないので、やりやすいかなと思います。でこれはヨガブロックない人なんかは本でやってみても大丈夫です。分厚い本とかだと、重さがあるので逆に今重力を感じながらやりやすくなってくるので、難しい人は、ヨガブロックない人は本で全然やってもらって大丈夫です。この練習のいいところは、できなければちゃんと落ちるので、自分でこうできてるつもりで実はできてなかったっていうことにはならずにするので、その辺が逆に親切かなと思います。それでは、まずは一緒にやっていきましょう。一緒にやってみて難しかった場合は最後に硬い人がやるときのコツなんかを細かく言っていくので、そちらを参考にしてみてください。ではおそらく右手の方が得意だと思うので鏡でいきましょう。こういう状態ですね。で最初にこう手首だけ動かせるかっていうのを確認して、この状態から最初内側に入れていきます。内側に入れて脇の下を通してそのまま上に回します。で今度は逆回転ですね。外側に回して、そこからやっぱり脇の下を通して上に戻します。で今度は内側を通すの2回転しましょう。内側を通してそのまま上に動かしたら、もう一度回転して内側を通して上に戻します。で今度外回りから戻して、もう一回、外回しをしながら脇の下を通して戻します。終わってみて比べてみると、やった方、右側の方がこう緩くなっているのを感じられるかなと思います。前屈なんかしてみても、やった方のこう右手の方がつきやすい感じになっているのを感じられればうまくいってます。ではそのまま反対もやっていきましょう。手首の状態をこう動きを確認したら、では内側から動かします。そうしたら今度は外側に回して、脇の下を通して戻していきます。で、今度は内側に連続しましょう。内側に連続させて、内回し。では、外回しですね。外回しをしていきます。以上、このくらいやっていくだけでも、周りとの連携って良くなるので、ぜひ、自分のこう、ポーズを取ると前の練習とか、硬い、胸周りが硬い人なんかは特に、最初はこういう連携、体全体の連携、肩甲骨周りが単独の筋肉の柔らかさじゃなくて動きという面で練習できるようにしてみてください。では、今のが難しかった人への練習のポイントですね。最初は、結構やっぱりなんだかんだでベタッとした持ち方をしてしまうので、ベタッとした手にしっかりとこう立てた状態っていうのを意識しながら練習するようにしてください。でこれはかなり動かして構わないです。綺麗に動かすってことを考えなくて全然大丈夫です。これ落ちなければいいので、自分がどんどん例えば
外回しをこう持ってくるんだったら、どんどん自分がもう動いちゃって構わないので、とにかく内回しにしても落とさないこと、パントマイムみたいに、ここを置いといたまま自分の方がもう動いちゃって構わないので、まずはこう落とさないということを意識するようにしてみてください。それでも、回転のポイントなんかで難しいっていうことがあったりするので、その場合は、こうしてまずこう回す練習から始めるといいです。で、内側をこういうふうに回して、で、自分の体をこう傾けて、こういう状態ですね。こういろんな場面でこのこれを落とさないように回す練習をしていくと、あとは組み合わせになってくるので、自分側のこのこういうくぐるポイントが一番難しいんですけど、この時にどうしてもこう落ちちゃうっていう場合は、上下にこういう上げる練習とかですね、これが落ちないように一方向で動かしたりとか、こう単純なこう組み合わせの動きじゃなくて、とにかく落とさないように自分のこう体の方を動かしながらこう連携させてあげるっていう練習をしてあげると、だんだん動きが馴染んできます。例えばハートのポーズをやるときなんかに、胸の硬さとかこういや、この筋肉的なこう伸びるか伸びないかもちろん大事なんですけど、そこばっかり意識して連携を考えないと、関節に負担をこう逆にかけることばっかりを考えてしまって、うまく胴体と肩甲骨の関係性でこうポーズを取るっていうのをしなくなってしまうので、これ肩をクッと動かすんですけど、胴体と連携させて肩甲骨がこうくるっと回ることができれば安全にポーズに入ることができるので、この辺のこう感覚そのものを掴むための練習として、さっきのこうヨガブロックを回す練習があるので、そんなための練習をしてあげてみてください。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように。また次回のレッスンでお会いしましょう。